本日は腕なんか出しちゃって、はい、今日いつもとなんか違いますよね、学校が。今日はフィットネスということでですね、2人目を妊娠した時にマタニティミックスというものに出会いまして、フィットネスってあまり私レッスン行ってこなかったんですね。実は1人目の時はマタニティヨガぐらいはやったんですけど、マタニティピクスとかそういうエクササイズみたいなものがあるっていうのは知らなかったし、ダンスのレッスンは行くけど、トレーニングとかって若い時皆さんあんま行かないですよねこうアラサーになってからこうだんだんこうピラティスとかヨガとかなんとなくやりだすけれども、あんまり行ったことがなくて、このフィットネスに行ったきっかけになったのはそのマタニティビクスで結構知ったというか、そういう世界があるんだっていうの、その時に習っていた先生をですねお呼びいたしましたので、楽しくおしゃべりしていきたいなと思います。アンサートーク、本日のゲストはこの方。はい、こんにちは。こんにちは、明るめです。中村フィットネススタジオの中村先生です。お願いします。お久しぶりでございます。嬉しい、会えた。本当にもう私の2人目育児の時の本当に癒しと明るさの先生ちょっと私の方からですね、ご説明させていただくと、2人目育児の時に初めて先生とお会いしまして、まず結構マタニティミックスってアップテンポというか、ヨガとかに比べて結構動くんですよね。ステップもあるし、でそういう動きをやってもいいんだ妊婦さんでっていう衝撃だったのと、この先輩に言うのも失礼かもしれないですけど、教え方がとっても上手なんですよね先生の。照れる私受けるの大好きなんですよ。まあダンスレッスンを主に受けてきたんですけど、4歳から受けてきて結構受ける専門の人なんですよ私。言ったらこの年までものすごいレッスン料を受けてきたんですね。なんかいろんな先生、この先生の教え方すごいなとか、分かりやすいな、難しいなとか、いろんな先生を受けてきた中でもめちゃくちゃ分かりやすい教え方がまずすごいなと思って、嬉しい、感動、そんなこと言ってもらえたの。ありがとうございます。照れちゃう照れちゃう。でもなんかこう踊れる人がね来るわけじゃないじゃないですか、きっと。フィットネスってそうなんか普段は主婦です、普段はこうママとかこう OL さんです、でもたまにこう週1週2ぐらいは体を動かしたいです、普段踊ってない人とかもねいらっしゃるのに、そういう方にもとっても分かりやすくご説明されてて、もう多分ダンサーが見たら分かると思うんですけど、こう踊りながら、はい次あと4回でこの動きに入るよっていうタイミングとかもバッチリなんですよすごい気持ちいいタイミングでこう声掛けをしてくれるというか、もちろん子供連れで皆さん来られるっていうパターンもあるんですよね。で2人目だから上のお兄ちゃんが来るとか、テチテチちっちゃい上のお姉ちゃんが来るとかありましたよね。あります。そういう子供がうろうろしてる環境で教えてるっていうのもものすごいスキルだと思うんですよ私は嬉しい、そう言ってもらえると。難しいでしょ実際、お子さんとか、ママの様子にもこう目を光らせておかないと、やっぱ安全上というか、そう、ね、気になりますよね。もう右目と左目と違うところ見てる感じ草食動物みたいなそう馬みたいにこんなこういう視野広くしないとみたいな。そうなんか自分も動いてるけど、なんかもうパッてこの辺で察知して、はい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 みたいなアンテナ回りまくりみたいな、いやそんなこと考えてたなんて全然知らないから、もう実は学ばせていただいてました。そんなこと言ってもらえると大変ありがたしいです。ありがたしいです。そんなね中村先生のプロフィールをねちょっと今回のためにちょっと気になりすぎて教えてくださいともちろん、ね、ダンサールーツを毎回ね喋ってるのでルーツを聞いていくんですけれども、事前に送っていただいたプロフィールがすごいのよいやちょっと番組ダンサートークでこれやっちゃっていいのかなみたいないやそんな金スマさんとかそういう波乱万丈系のやつでご紹介した方が良かったのではっていうような、結構私もねびっくりした経歴がいろいろあったんですけれども、1965年7月生まれ。あ、いつそれ65年、そして今月誕生日おめでとうございます56歳になります
現役メンバー待ってませんか。こんな仕上がりになる。すごい元気で明るい。高校卒業後18歳ですね、うん、あ、ダンスを始めたのはここからなんですか。18歳からジャズダンスを始めるって書いてます。そう、あの小さい頃は日本舞踊をやってたのね。あ、日本舞踊、そうなんですか、うん、で高校の時にもうなんだろう、この音楽聴くともうなんだろう、このざわめく感じ、そうそうそう、ざわざわ、わかりますよね、ダンサーの人たちざわざわざわって思った時に、私音楽が好きなんだと思ってバンド始めちゃったの。バンドか。バンドなんだ。ドラムとか始めて、なんか違うかもしれない。あれ、それは面白いよ、バンドね、楽しいんだけど、そのざわめき感はちょっと違うかもしれないと思って、で、やっとダンスなんだって気がついたのが18歳だったの、はい、そうなんですね。いろいろこう音楽なんだろうなとは思っていたけども、うん、その時見かけたダンサーっていうのは周りにいたんですか。映画かな。映画フラッシュダンスとか、あの辺かもしれない。フラッシュダンスだ、レオタードの時だ。そうそうそう、もちろんレオタードだ。ね、レスリーがレオタード、当然レオタード。ジャズダンスをやり、いろいろバレエ、タップ、うん、いう舞台系のダンスですね。当時で言ったらストリートダンスっていうよりも、うん、ジャズダンス、バレエ、タップってね、こう舞台とかでやるような、ね、うん、ダンスジャンルですよね。2年間それをやっていて、うん、え、18から始めたんですよね。そう、この2年間が結構内容濃いんですけど、うんうん、オーディションを受けまくり、ミュージカルの舞台、テレビドラマのタイトルバックなどに出演。まあ、すごい跳躍よ、全部全部跳躍だよ。え、だって、うんうん、言ったらその2年間、18から20歳の2年間で、うん、修行期間とで現場を踏むっていうことがもう並行して行われたってことですね。そう、ずうずうしいの。踊り出したらもうできるって思っちゃうの。センス良くない。そんな早く上達します。勢い、ね、でもほらきっとさ、若い人たちってさ、みんなもうとにかくギューッと詰め込んでやるじゃんね、そんな感じ。あ、ここで凝縮されたんだ、うん、もうのめり込むと結構ギューッとできちゃうタイプの、そうそうそう、ね、女の子だったんですね。やっぱりちょっと深いというか、ちょっとこう聞いてもいいのか、気になるトピックが出てくるんですけど、20歳ですよね。そう、20歳の時にご病気で入院されたっていう、その病気は何だったか聞いてもいいですか。あ、いいです。結構私何でもオープンなので。